こんにちは。1、2年前に買ったダイソーの底板を使って久しぶりにカバンを編んでみようと思います。この底からワンダーウールを使うのはちょっと一玉しかないので、最初はこのアクリルで編んでいきます。ボッティーズの靴を編んだ時もそうだったんですけれども、この最初の2段目くらいまでがちょっと編みにくいんですよね。セリアに黒くて丸い底板が売ってましたよ。こちらより少し薄いのか素材が違うのか多少反ってました。久しぶりに寝る前と朝と頭痛がしました。久しぶりなので最初から完成まで編み方じゃないですけど編む様子を撮っておこうと思って作りました。1段目はできた目の上に細編みを全部入れていきます。丸々全部をワンダーウールで編むより半分は無地を使った方が相乗効果が出るかなと思いました。2段目で針のサイズを1つ上げました。4号から5号に。次の段は最初の1目だけ普通の細編みをして、その次からは全部下の段の先に編んだ細編みの裏をこうこのように取って、あとは普通に細編みをしていきます。全部このように下の段の細編みの後ろに針を入れてすくっていく感じです。ここから糸をグラデーションウールに変えます。一周長編みを編んだら、ここの鎖3目の隣の最初の長編みの頭に引き抜きます。実は1回上まで編んだんですけど全ほどきしました。なぜかというと、この鎖3目のところに入れたり、なぜか知らない間に目数が増えていって片側だけちょっと膨らんでしまったのでやり直しをしています。間違えないでそれがなければ1日で編めたと思うんですけれども、全部何時間分や
やり直したので2日かかりました。ワンダーウールは毛羽がふわふわってちょっと出ているので、ほどくときはスルスルっとはいかなくて、糸同士がちょっとその毛羽がくっついちゃったりしていて、ほどくのも時間がちょっとかかります。丁寧にやらないと糸が傷んでしまうので、ふんわり糸をキープするためには、くっついたところがこう止まっちゃうと、ちょっと繊維を縫い針とかでちょっとピッて切ってほどいていきました。編み物って一目一目編んでいくので、とっても時間がかかるものなんですね。だけど多分今の若い人たちは円高の時に賃金差のあるアジアなどで作られたすごい安く売られている編み物のもの製品を買ったり見たりしてきて育っているので、そんなに高いものという意識はないと思うんですね。だけどその昔はやっぱり手編みのものは高くて、材料だって日本製の糸とかは高かったので、やっぱり高いものだと思うんですよ。で、かぎ針だけは機械で作れないものだと思うので、棒針はね、機械にジャジャって作らせたり、ユニクロみたいに機械でバーって一気にたくさん作ったりできるんですけど、かぎ針こそ人の手で一目ずつ編むしかないものなので、やっぱりいくらアジアの賃金がとても安いところで作ってもらったとしても、とっても人からプレゼントとかもらった時はやっぱりすごく大変さがわかるので、ありがたいものですね。一気に続けて編み直しをしたので、ちょっときつめに編んだことで9段まで全部一周編めました。最初のは糸が9段目はちょっと足りなかったんですね。ちなみに最初に編んだのをこの後ちょっとお見せします。これが編み直す前なので、糸がねふっくらしててきつく編んでないのでちょっと足りないんですけど、見た感じはこのぐらいふっくらしてる方が糸は綺麗ですね。ちょっとほどいたりして糸が細くなっちゃったみたいです。この持ち手も似合うんですけれども、一つしかないのでこういう風にはつけられないんですよね。それでこの絵みたいに両端につけようとすると金具の向きがちょっと違うのでつけられないんですね。これもう一個なかなか売ってないんですよね。そしてなんかピンクゴールドのディーカンは持ってるんですけど、他の色そういえばないなと思って見てみたら、最近ディーカンあんまり売ってないですよね。すごく大きいサイズのシルバーのがあったんですけど、小さいサイズでシルバーのとかゴールドとかちょうどいい大きさが、なんか行ったセリアにはなかったです。3期で可愛いのがあったので買ってみました。縫い付けるタイプなのでできるかわからないんですけど、やってみようと思います。9段目を足りなかったのでほどいた糸でこの上のところに細編みをしようと思います。2段目の細編みはバック細編みでやってみたんですけど、ちょっとだけ足りなくなりました。長編みで編み直して9段できたので、
これはやらなかったんですけど、せっかくなのでバック細編みも残しておきますね。普通の細編みの右側に戻ってって細編みするので、糸を余分にちょっと上のところくるんくるんって糸が結構余分に減るんですね。やっぱり足りなかったですね。なのでバック細編みをやめて普通の細編みでやったら足りました。時々怪しいと思っていたんですけれども、一気に編まなかったので、何回か取ってるうちに目数を間違えて片側が増えてってしまいました。なので全部ほどいて編み直しました。編み直したらきつかったので9段編んだ長編みプラスちょぴっと緑が残りましたね。最初に編んだのと同じように色変え糸変えをします。間違えて鎖4目になっちゃってるので3目に直しました。後で長編みを交互に下から取ったりしてるだけで、なぜか全体的に見るとひし形の模様に見えるんですよね。底板の穴が40個あって2目ずつ入れたので、時々80目を確認すればよかったんですけれども、編み直したら綺麗になりました。長くなりましたので完成形は次回になります。こちらイメージだけ残しておきますね。それではまた来てください。 See you!